ゴエティアに記されたウェパルのシジルその1、ゴエティアに記されたウェパルのシジルその2ウェパル、またはセパルは悪魔学における悪魔の一人。ゴエティアによると地獄の29の軍団を率いる序列42番の大いなる公爵、人魚の姿で現れるとされる。その力は水域を支配し、武器弾薬を満載した武装戦団を誘導できる。また召喚者の求めに応じ、 海に大嵐を巻き起こしたり、戦乱の幻を出現させることができる。人の傷口を可能させて、うじを沸かせ、三日で死に至らしめることもできるという。悪魔の儀王国によると逆にその傷を直ちに癒すこともできるとされる。ゴエティアの悪魔の中では、クレモリーと並んで女性の姿で出現することが明言されている、数少ない悪魔と言える。 S.L. マクレガー、マザーズ＆アラステアクローリー、ザレッサーキーオブソロモンインデックス www.、www.sacr-d-texts.com e、ザレッサーキーオブソロモンピアニッシモ、三十五から三十六、二千十八年九月十九日閲覧、コランドプランシー、ディクスヨネアインファーナル、六 E.D. 千八百六十三、ベッパービカソース。 f r w i k i s o u r c e o r g 地獄の辞典。2018年9月19日閲覧。ヨハンバイヤー、ヨハンバイヤー、サダマナーキアデーモヌム。www.esotericarchives.com。サダマナーキアデーモヌム。2018年9月19日閲覧。ありがとうございます。